東洋医学的には潰瘍性大腸炎は肝と脾の不和だったり腎陽が拒している状態が問題だと考えられるので、肝と脾と腎といった3つの内臓を整えてあげるようなツボというのがいいんですね。こういった条件を満たすツボの一つが一経という経絡の原結でもある肝国というツボですね。肝国、はい。あなたの悩み解決、哲学同心研究の野です。哲学同心研究の無事です。院長先生、本日のテーマは何ですか？今回は潰瘍性大腸炎についてお話ししたいと思います。潰瘍性大腸炎ってどんな病気ですか？潰瘍性大腸炎は大腸の粘膜にビランや潰瘍といった炎症症状を引き起こす原因不明の病気なんですね。原因不明なんですね。なので誰にでもこの病気が起こる可能性はあると言えますね。怖いですね。似たような病気でクローン病っていうのがありませんでしたか？そうですね。クローン病というのも同じく腸管管全般に起こるビランや潰瘍などの炎症症状を起こすのがクローン病なんですね。潰瘍性大腸炎と何が違いかと言いますと、潰瘍性大腸炎というのはそもそも肛門付近にビランや潰瘍などができ、症状がひどくなるとだんだんと大腸の奥方まで進んでいきますが、あくまで大腸の粘膜に起こるものなんですね。それに対してクローン病というのは大腸以外の小腸や胃、食道などの消化管の上の方のところまで広範囲にビランや潰瘍といった炎症を起こすのがクローン病なんですね。潰瘍性大腸炎を起こしやすい年齢というのはどのぐらいの人だと思いますか？40代と50代。実は男性だと20歳から24歳、若い。女性だと25歳から29歳と、どちらも若い年齢に起こりやすいのが特徴なんですね。え、なんでですか？それは原因不明だから分かっておりません。そうなんだ、はい。ただ若い人しかかからないかというとそんなこともなくて、野口先生が言ったような40代とか50代でもなる方はいらっしゃるんですが、主になりやすい年齢としては若い年齢層に多いというのが特徴です。ちなみに男性女性もどちらもかかりやすさというのは特に男性の方が多いとか女性の方が多いというのはないんですが、どんな人が大腸性潰瘍炎になりづらいと思いますか？なりづらい、はい。違う、もっとヒント、うん、じゃあヒント、まずその1は、ある手術をした経験がある人はなりづらいと言われてますね。手術、あ、盲腸だ。はい。なんで？盲腸は中水炎と言われるね、腸にある中水という場所が炎症を起こすんですが、この中水を切除した人は、この潰瘍性大腸炎が発症しづらいというデータがあるそうなんですね。あともう一つは、タバコを吸う人はタバコを吸わない人よりも潰瘍性大腸炎になりづらいと言われてますね。え、じゃあタバコ吸ってる方がいいの？はい。おかしくない？一般にはね、タバコってすごく害だと言われてるので、タバコが吸ってる人の方がそういったリスクが高いとね、思われがちなんですが、実は吸ってる人の方がリスクが低いですね。潰瘍性大腸炎は原因が不明と言われてるんですが、主には自己免疫異常だとか腸内細菌の問題、そして生活習慣などがこの潰瘍性大腸炎の発症に関与しているのではないかと言われてるんですね。潰瘍性大腸炎の主な症状や特徴は何があるんですか？特徴的な症状としては血便を伴う下痢ですね。あとは強い腹痛があるというのが特徴になります。そして重症になると発熱や体重の減少、貧血などの全身症状が起こると言われております。また腸以外の合併症状としては皮膚の症状や関節や目の症状なんかが出ることがあると言われています。関節や目、長期間10年以上この潰瘍性大腸炎を発症し続けている人に関しては大腸がんを発症するリスクが高くなると言われていますね。潰瘍性大腸炎になったらどんな治療をするんですか？一般的には原因が不明であるだけに、まずは腸に負担をかけないような食生活を心がけながら、具体的には香辛料とかね、刺激物を取らないようにしたりだとか、あと炭酸飲料とか、あとコーヒーなんかもあまり良くないですね。アルコールとかですね。
そういったものを多く取らないようにするようにしながら、とにかく腸に負担をかけないようにしながら腸が治るのを期待するという形ですね。同時に内服薬を、ね、飲んだりですとか、あとは座薬や点滴なども併用しながら様子を見るといったことが主になります。ただ出血がすごくひどい場合ですとか、腸のヴィランがひどくなって穴が開くね、先行といったような状態に なってしまった人に関しては手術をするしかないようですね。潰瘍性大腸炎の予後はどうなんですか？潰瘍性大腸炎になった多くの人が症状の改善や寛解するという形で治る人が多くいらっしゃいます。ただ再発するケースというのも結構多いそうなんですね。再発か、はい、なので寛解や再発を繰り返してしまうケースが多いそうです。なので再発しないようにある程度症状を改善しても薬を飲んだりなどの内科的な治療をずっと受け続けることも大事だと言われてますね。潰瘍性大腸炎は東洋学的に言うとどんな原因が考えられるんですか？東洋医学的には潰瘍性大腸炎はもちろん胃腸の問題もそうなんですけども、それ以外にも肝と脾の不和と呼ばれる脾から肝への栄養の受け渡しがうまくいかない状態になり、下痢や倦怠感や移住感などを引き起こすのではないかと考えられるんですね。もう一つは腎溶虚という状態になってしまっている場合には、腎溶虚により血の循環が悪くなり内臓を温める機能などが低下してしまいます。そうすると免疫機能の低下も引き起こしてしまい、潰瘍性大腸炎が発症すると考えることができるんですね。東洋医学では胃腸というのは脾の働きとも考えられているので、肝と脾の働きがうまく調和するようにしてあげるのが一つと、もう一つは腎溶を補ってあげて水分代謝や免疫機能の改善をするといった治療方針なんですね。ツボで言うと潰瘍性大腸炎に良いツボはどこにあるんですか？潰瘍性大腸炎は肝と脾の不和だったり腎溶が拒している状態が問題だと考えられるので、肝と脾と腎といった3つの内臓を整えてあげるようなツボというのがいいんですね。こういった条件を満たすツボの一つが胃経という経絡の原血でもある肝国というツボですね。肝国、はい、東洋医学ではそれぞれ5つの内臓に対して5つの性格があると考えられるんですね。肝に関しては気の性格、心に関しては火の性格、脾に関しては土の性格、肺に関しては金の性格、腎に関しては水の性格があると考えられるんですね。なので今紹介した肝国というツボは異形にあるのでのつながりがまずはあるので、火を改善することもできる上に湯木血なので木という字が入っているので、実は肝の調子を整えることともできるツボなんですね。この肝国というツボをお灸で温めてあげると潰瘍性大腸炎に効果があるんですね。そしてもう一つは手の小指側に尺骨という、ね、骨がありますけども、この骨の上にある腸門というツボがあるんですね。そもそも人間の体にはあらゆるところにツボがあると言われていますが、この腸門というツボの位置は実は体を縮尺して考えた場合にはちょうど大腸とか肛門にあたる位置になるんですね。なので腸の疾患に効果が高いというツボであると同時に、この骨の上にあるので、骨というのは実は腎臓と関わりがすごく深いですね、なので骨の上のツボを、ね、刺激することによって腎臓の機能を助けてあげるということもできたんですよね。そういった意味でその腸を良くするツボであると同時に腎臓の機能も高めてあげることができるので、実はこの腸門というツボはこの潰瘍性大腸炎に効果が高いと言われているんですね。こちらも呼吸で温めてあげると潰瘍性大腸に効果があるので、先ほど紹介した足にある肝国というツボとこの腸門というツボをそれぞれお灸で、まずは暖かくなるまでお灸をした後に、暖かくなった後にさらにプラス3層とか5層をやっていただけると潰瘍性大腸炎の改善に効果があると思われますので、ぜひやってみてくださいね。潰瘍性大腸炎は鍼灸でも効果があるんですか？潰瘍性大腸炎は
原因が不明であるけれども原因に関与しているものとして免疫系の問題だとか腸のね働きとか食習慣そして自律神経なんかも関係していると言われているので神経治療が潰瘍性大腸炎に有効なケースというのもありますので潰瘍性大腸炎でお悩みの方はぜひご相談くださいね。そういったわけでこれからも様々な動画を発信していますので高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた。潰瘍性大腸炎は東洋学的に言うと潰瘍性大腸炎は東洋学的に言うとどんな症状なんですか。どんな症状ですか。なんだっけ。どんな東洋学的にはどんなことが原因だと考えられるんですか。ああそういうことか。潰瘍性大腸炎は東洋学的に言う東洋学笑っちゃダメじゃん。一生懸命やり直してるのに。